14本です。先月地元別府で決勝に駒を進めました。残り3周番手5番の佐川高橋則文、全然その別府で2勝をマーク。この3番手に岡山4番の鳥丸が続き、九州2つ目のラインは福岡両者で、6番高鍋、3番新海のコンビが後ろ詰め。その福岡勢からアクションを起こします。残り2周半、3周3コーナー、篠田が合わせようとした。その上から高鍋、新海、福岡勢が蓋をして、2番の篠田は包まれて、4コーナーで5番手にゆっくり下げました。6番高鍋が車間を分けながら篠田の動向を警戒です。高鍋、篠田両自力型バンクの上の方に上がっています。相当高鍋が篠田の動き警戒しています。打掌の周回です。4周2コーナー、四国勢の上から6番高鍋を抑え、打声をつけてまさにエイヤーと2番の篠田のジャンガマシー出ました。ライン3番で鳥丸が離れた。6番高鍋、3番新海、福岡勢が3番手4番手ハマる形。4番鳥丸、5番手で1番の吉野は人気の後ろ、6番で果たして33バンク、6番で間に合うのか。どんどんペースが上がっている。篠田徹底先行ぶり、いかんなく発揮。2コーナー、6番手が1番の吉野、7番の船引、四国勢負ける。これを6番の高鍋、3番手から3コーナー合わせ切って、四国勢はこれでレッジエンドになった。4コーナーが直線だ。2番篠田先頭、番手5番の 高橋の意味追い込んだ。2362着どうか。今日はラインの4番手固めます。熊本大ベジャン、まだまだ健在であります。青番標識を通過、残り3周回に入った2レース A 級予選競争です。5番の有本直樹、1番桜井宏友、6番内村達也、地元中国3名前段。さてレースは残り2車の手前から3番の原井がアタックスタート。九州4車厚みで有本ラインを圧倒するか。蓋を抑えて5番の有本がゆっくりと車を下げてまいります。3周4コーナーで前後ラインが入れ替わりました。3番の原井が有本を後方に追いやって、打掌の周回。4周目、まだ流していますが、盛んに内から外から3番原井が警戒するも、そこを一気に有本気迫で叩き返す。ジャンマイで有本を叩き返して、3番の原井がどうする、粘るのか。原井がもう引かない、粘ってきました。2番手3番手、九州勢勝負をかけた。原井が番手戦だ。桜井が外決めに行くが、原井がすっぽのごとく食らいついています。3番原井と1番桜井、番手戦、今度は内側から原井が1番の桜井をどかしました。4番山崎武、熊本勢連携された。バック6番が7番吉成が1人で追いかけます。倉岡は跳ねた。7番の吉成が6番とか引きかけるマクレーが出てくる。4コーナーが直線、5番有本先頭、番手から3番の原井、外から3番原井がわずかに抜け出した。547、2着どうか。勝ち星の滝山は今季3年ぶり A 級一般復帰です。残り3周回、宮崎と同期対決、期するものがあるはずです。6番の野上龍太、3回積みの復帰戦です。今季は初めて2班に上がっていての戦いの野上、ここを目標に初連携、地元2番の隅井直之、3番手は前走別府で勝者広島5番の細川貴文であります。4番の宮崎がチラッチャッと野上の動き警戒、先頭と車間をちょっとだけ開けながら、同期野上の出方気にしています。やはり復帰戦野上の動き、宮崎も相当これは警戒しているようです。負けじと6番野上が赤番から1回叩けるか。打掌の周回、2番手永田が1回抵抗する、2回抵抗する。6番の野上は復帰戦攻めていけるか。5位に攻めていきました。4番宮崎の同期バトル、内宮崎相当野上叩き合いだが、ここは6番の野上力尽きた。2番の隅が切り替えた。2番の隅が7番、長尾と落車があった。4人落車、1番2番3番5番、4人落車。競争はわずか3人です。4番の宮崎、7番永田、人気の熊本両者後ろ大きく離れて、6番の野上が3番手です。最後の3コーナーです。4人が落車、転倒しております。3人の最後の直線です。4番宮崎、7番の永田、直線です。4番の宮崎、7番の永田、4番7番、そして6番の野上が3番手です。
番と4番香川の吉田修司、前走の別府、実に12年4ヶ月ぶり超久々の優勝でありましたが、この時には準決勝決勝と連日直線中を伸びて切れ味満点の内容でありました。前回の別府の決勝と同じく今日もラインの3番手から直線勝負出てくるんでしょうか。レースは残り2周半です。5番手から小物がアクションを起こします。松本に対しては115期1年先輩、経験値があるだけにしっかりと抵抗したい。5番の松本はすんなり下げた。6番の江口は4番手4番で切り替え切り替え策で打勝の周回です。残り2周通過と同時に松本は5番手下げ切ってバンクの上の方に上がった。車間分けながらタイミングを測りますが、7番の小物が松本ペースさせません。7番の小物が自分のペース持ち込むが、打勝5番手3コーナーから松本秀之介追い上げて4番手問いに来ました。4番手足を溜めて幕に構います。7番の小物がホームからどんどんペース上げる。1コーナー4番手から反撃です。番手の吉川、3番手吉田、四国のマーク陣抵抗もあっさりとねじ伏せた。九州3番手 CM もできた。本戦決着濃厚です。綺麗にまくり返した松本、番手田中陽介かわせるか、どうやらそのまんまでゴールインです。5番1番3番の模様、あとは2番4番7番6番と入着の模様です。1の連帯内容です。青番周回残り3周、船瀬マークは2番の田中裕二、今季は1年ぶりの A 級戦ですが、今季はすでに2度の優勝があります。ラインの3番手は前前走の地元松山決勝進出、縦の足も兼ね備えている3番の愛媛越智信孝であります。1番の瓜生対7番船瀬の大きく2分戦です。残り2周半、3周回3コーナー5番手後ろ詰め、船瀬からアタックスタート。2センターで瓜生を抑えます。6番の木戸崎は4番手4番手切り替え策。1番の瓜生が残り2周のところで5番手下げ切って体勢立て直します。打勝の周回、7番の船瀬が流しながらも1センターから踏み込んでいく。1番の瓜生にチャンスを与えさせないか、7番船瀬の気持ちが勝るか、鐘が鳴って残り1周半ペースが上がっています。打勝3コーナー瓜生の逆襲、5番の小林が離れて佐賀勢が2人とも突ききれません。2番田中の抵抗をもろともせる力で1番瓜生粉砕か。この動きを6番の木戸崎が切り替えた。切り替えながら木戸崎は追い上げますが、4番手並走外並走が6番の木戸崎は自らもこれに佐賀勢が乗っていく。7番の船瀬が払いながら2番手踏ん張るか。6番の広崎の幕にも田中の抵抗に合っている直線コース、1番ウリュウ先頭、ウリュウが力でねじ伏せて1番2番7番5番の模様。国村6番の尾形は豊富発想上、118期の卒業記念レースのチャンピオンです。デビューからここまですでに5回の優勝があります。2番の弘樹は前走の松山で1着、3番手4番手5番手がガールズ9期生新人の3人、6番手から4番の橋本かやはガールズ7期生です。7番の鈴木獣医が1番後ろ、前走富山決勝3着はガールズ8期生、昨年デビューであります。新人3人、そしてガールズ規制の大ベテラン、経験値が勝るか、ルーキー新人の勢いが勝るのか、注目の予選一つ目の6です。加瀬が後ろを見始めた。尾形が車間を分けて打勝の周回、6番手の橋本も車間を分けています。少し縦長になりつつあります。3、4番手と5、6番手おのおの車間が少し広がって、まずは7期生橋本行きます。橋本からアタックです。打勝3コーナーかました。これを7番の鈴木樹に追いかけて、6番手から6番の尾形が仕掛けますが、2番の弘樹は突ききれない。加瀬はどうする、加瀬は車間上で3番手、6番の尾形がガールズ育成先輩2人旅行仕掛けようとするが、加瀬が合わせきってそのまま間外れ2コーナーから踏み込んでいく。やはり経験値が物言う、ガールズ育成これが先輩の底力。6番の尾形追いかけますが、これは苦しい4コーナー、また加瀬先頭、加瀬先頭、3番の中は1期生の2人だ。1番3番6番加瀬かな子です。
初登場であります。残り3周です。抱負は今回4回目の参戦です。千葉106期4番の石井貴子、前回の取り入れを含め今年は戦優勝10回、バック7本を持っています。6番の高尾君か、近況9月松山で決勝に駒を進めております。バック5本を持っている高尾が7番手1番後ろ。レースは3周回目、3コーナーに入りました。2番の田中敦子、1番前、5番の大久保、その後1番の渡り口、7番の伊藤香織、3番の杉浦、4番の石井、6番高尾。3番手の渡り口がちょっとだけ車間を空き始めたが、2番手の大久保もちょっとだけ車間を空けている。この2人の目線は6番手の石井に注がれているはずであります。打賞の周回です。4周2コーナー、先頭と車間をさらに広げた大久保、石井よりも先に行くのか、動けるかどうか。打賞4番の石井貴子、先にジャン3コーナー仕掛けて6番の高尾もついていけるか。少し車間が空き始めた。4コーナー一気にかました、石井貴子かました。5番の大久保仮が飛びついて、6番の高尾と2番手踏み合った。5番の大久保が踏み勝ったが、先頭の石井と車間は徐々に大久保がこれを目標に迫ってくる。6番手から3番の杉浦も仕掛けるが、まだ5番手横、4番の石井のかまし、徐々に追い詰めた5番の大久保仮、1番の渡り口も乗ってくる。4コーナー待った、石井のかまし、大久保仮が最後逆転。2着どうか、渡り口届いたか。残り3周回です。レースは第4周回に入った7選手、 S級予選1つ目の第8です。第4周回に突入しております。5番の島田が1番前、6番の奥村が4番手、7番の飯田が6番手の自力3人のポジションの中、東の対人気のコンビ動いた。飯田柴田のコンビ一気に4周3コーナー前に出て、この東での動きを発電系の奥村西岡、中国勢が追いかけてきまして、奥村どうするか、一気に行けば赤番から叩いていく。2周先行か、素早く5番の島田が奥村の上から叩きに行く。奥村が気づいた、もがき合い持っていくのが、いや強引にでも5番の島田、三者の積みフルカードです。6番下の奥村、おっと取った手段は番手戦だ、飛びついた。中国勢が一か八か大勝負から、コールアウト、東勢とでは対立道が仕掛けやすくなります。7番の飯田健二が一気にこれはもうまくり返しました。最終1コーナー、本戦東のコンビが綺麗にできて、まくられた柴田が3番で、奥村はその手を取っています。九州勢と中国勢が3番手が6番手、ジグザグの状況で7番手4番手、池田の展開です。離されていく5番の柴田、前は一騎打ち、7番飯田、3番の柴田陽介、積み寄ったが届きません。7番3番5番の模様、飯田健二です。入ってまいります。 S 級予選2つ目の第9レースです。7番の佐藤浩二、3番柳詰、九州勢前受け、4番佐藤正春、1番しかない東北勢、本戦は中断。5番の滝本、2番の三宅、6番森安、岡山、3社まずはアクションを起こした。残り2周半手前から滝本、先輩2人を制です。4周3コーナー前に出て、素早く4番の佐藤正春、1番しかない東北勢が中断で、約そのまま岡山勢を抑えに行きます。残り2周の手前で東北勢が一旦前に出た、これを確認して九州勢佐藤浩二、柳詰コンビが仕掛けていった。打賞の周回、滝本はどうする。7番の佐藤で出さす、佐藤浩二がジャンバイ先行体制、2車で行きます。打賞4番の佐藤正春、3番手5番の滝本は元の位置、5番手に戻されてしまった。滝本としては3車の厚みを生かしたいところ、7番佐藤浩二が2車で先行者、ホーム5番手から滝本逆襲、これを3番手4番佐藤正春生かす。今度は1番の鹿根回せる、5番の滝本は力で、2番の宮城慎が東北勢の後ろに切り替えています。最終の3コーナー2番手やらずば車間を分けている、4番の佐藤正春追い込む勝負、間に合うのか。1番の鹿根内をつく直線コース、7番佐藤浩二外からやらずべ追い込んだ。7番4番2着どちらか、勝ったのは柳詰正弘。
5番の坂本は近況9月久留米で1着があり、7番岡山近藤信康短期7番手であります。前々走佐世保で1着がありました。すでにレースは青番周回4周回目に入っています。1番の木村がちらっと牛を1回見て、もう1回牛を確認、林の出方を気にしています。その林慶次郎はまだ5番手我慢しているが、4周3コーナー林が動こうとした時に1番の木村が2度3度揺さぶりをかけてきました。木村がプレッシャーをかけて自ら踏み込んで東出を抑えて、一旦これはインを切るのかどう出てくるか、木村の動きが気になります。内が1センター空いたところ、6番の柴田隆二がすくって、今度は柴田隆二が飛びついて、柴田隆二飛びつくてアタックしたが番手いけず、今度は3番手が7番の近藤と6番柴田、3番手が競っています。2番の川口、1番の木村、4番の藤岡です。3番手だけが競り合いも、7番近藤決めに行く、6番の柴田隆二も引きません。3番手がまだ持てる、まだ持てる、これを足を止めて2コーナー6番手、1番の木村縦に振るまくっていく、3番手2番手坂本を止める、坂本は止めに行くわ、これを乗り越えるか、その上から4番の藤岡も外を持ち出した直線だ。3番林生徒、林生徒、1番4番徳島勢、最後は3番4番並んだか。藤岡隆二が伸び各選手通過、第4周回に入ります。4周目突入と同時に熊本2社が動いた。森山塚本コンビが動いて、この動きを伊藤翔太、武田健介、東勢が追いかけてきまして、残り2周半手前、先頭位の後ろ片岡が森山に外から蓋を押さえて、ゆっくりと片岡が車を下げていきます。4周2センター伊藤、武田、東の両者が熊本勢を抑えます。森山が片岡の出方を警戒、残り2周通過と同時5番手から片岡雄志が積極で攻めていきます。攻めのレースか。2番の森山が内ちょっとかぶってしまった、そこを一気に見逃さず片岡打掌先行、1番山下、4番栗田前、瀬戸内3人がすんなりできった。東の2人が4番手5番手、熊本勢が6、7番手、最終も手前から長距離評価、現在4番手6番伊藤ルグル、足を止めて攻め込もうすが、ちょっとこれは中断、足を使わされて東勢抵抗される、浮かされてもう1回最後の力を振り絞って森山、まくり合いは3番手2番手までいけるかどうか、山下も余裕ある、もう1回攻める5番の塚本、気がある4コーナーまた7番加藤が先頭、加藤が先頭、加藤が山下並んだか。5番の塚本は3着入。馬の松尾慎太郎です。青番標識通過、残り3周、3対1対3の戦いです。7番山崎が1番前、対して3番の鈴木が5番手、後ろ攻めの地域2人の位置取りです。まだ我慢するか、3番の鈴木隆二、ちらっと山崎義人と鈴木隆二の位置を確認、ちょっとだけ先頭への車間を広げ始めた、開け始めた。山崎が鈴木の出方次第でこのまま前から突っ張るか。3番の鈴木隆二まだ様子を見ている、しきりに山崎義人後ろを見ています。我慢比べ、自力両者のこれはもう心の駆け引きです。お互い気持ちの気持ちを探り合って、まだ鈴木は我慢している、山崎もこれはもう守備を切らすのか、どうするか。鐘を聞いてジャンから行った鈴木隆二、山崎義人は前向きが突っ張るが、福岡の谷小川選手、松尾選手が鈴木のダッシュに離れてしまった。山崎が2番手を、東北勢が2、3、4番と収まった。山崎は車間は来た、3番鈴木より短期逃げ、これを東北で山崎義人一写真車間でタイミングを図る。最終の3コーナーから山崎踏み込んでいきます。3番の鈴木より7番の山崎、力対決直線、7番の山崎、2番の森沢、追い込んだ森沢だ、2番7番。